まずは元 WBC 世界バンタム級王者で4度王座を防衛しました薬師寺康生さんです。続いて元 WBA 世界スーパーフライ級王者で2度王座を防衛しました飯田聡さんです。続いて元 WBC 世界スーパーバンタム級王者で7度王座を防衛され日本人として初めてラスベガスで防衛を果たしました西岡俊明さんです。最後に元 WBC 世界バンタム級王者で12度王座を防衛しました山中伸介さんです。皆さんお越しいただきありがとうございます。世界チャンピオンの4人からマイケル・B・ジョーダンさんへクリード特製チャンピオンベルトの贈呈です。Surreal, like these guys do it for real, you know. So to be up here amongst these legends and in this building, this is kind of crazy. But I feel honored and special, so I appreciate the support. You know, I can't wait for them to see the movie because you know I try to do them justice. You know, these are the stories. These are the guys that lay it all on the line every time they step into this ring. You know, the families are at home, you know, watching this, and so to be able to, you know.Pay respect to the sport and to these living legends. It's an honor. 本当に最高の気持ちですね。ちょっとシュールな感じもしていますけれど、まあ彼らは本当のチャンピオンなわけです。実際に映画ではなく現実の世界で、レジェンドたち、そしてその伝説的な建物に今自分はそのチャンピオンたちと立っているわけです。すごく光栄で特別な気持ちでいます。そして応援もしてくださっているということで本当に嬉しく思っていますし、ボクサーの方が見て、これはちゃんと描いてるなって思っていただけるようなそういう映画を作ったつもりなのでそういうふうに見ていただけたらなというふうに思っています。チャンピオンの方はボクサーの方はもう本当に全てをかけてリングに上がられるわけですよね。でご家族がそのうちでその様子を見ていたり、本当にだから心からリスペクトしかありません。この生けるレジェンドたちに対して本当に尊敬の念を持っています。ご覧になってるんですね。嬉しいです。いっそマイステルテクニックでスリーピングでダッキングでビューアパンチでナイスネクストタイムはボスタートプロに転向したらどうかという話ですけど、はい、ありがとうございます。飯田さんはいかがでしたか。はい、もう映画見させてもらったんですけど、そのボクシングシーンが本当に本格的で、僕の中では、ロッキーシリーズからクリードシリーズになって、その中でも一番リアルなボクシングシーンだなと。で、戦うシーンが一番その中でも、一番心に残るシーンだったなと思ってます。まずマイケル・B・ジョーダンさんのボクシングのレベルの高さにまずびっくりしましたね。パンチであり、ディフェンスであり、かわし方であり、まずそれに驚きました。はい、皆さんと同じように、マイケル・B・ジョーダンさんの動きはすごく見とれてしまいました。本当に練習、しっかり練習されて、試合に出てこられたんだなというのも、すぐに伝わりましたし、また映画の内容の方も、クリードシリーズらしい、シーンもたくさんありましたし、何よりも迫力がすごかったですね。はい、試合会場の豪華さも本当にすごかったですし、ちょっとどこまで喋っているか分からないですけど、でも本当に、素晴らしい映画でした。皆さんに本当に見てほしいなと、思う映画でした。お手を拝借。よ